好きな映画3本教えてくださいはいえー、一つは北野武さんの「えー、と花火」でもう二つ目があのガスファン・サントの「エレファント」とあとタランティーノの「えー、レザーバードックス」ですかね。理由を教えてください。あの 全部多分共通して言えるのが完璧じゃないっていうか荒削りな部分があるっていうのがすごい好きっすね。完璧なものがあんま好きじゃなくてその隙が見えたり、えー、そ,うそういうなぜそこが好きかっていうのは分かんないですけどそういうのがある作品に惹かれるっすね。